あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との絵はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って潮様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は潮様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。むいうい、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。ああ、なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。ん？原因か。いや、実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。元は大ネスビトのくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。
あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえあなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。でもどうやってお化けを説得するんだ？旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。しないよ。今度はお兄さんがめいちゃんと遊んでね。もしお兄さん来てくれなかったら、めいちゃん。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これはお前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに、これまでのこと全部話してやれ。岩王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は、この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、龍雲の3人に会ってくれ。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ？妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが、
成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防御旅館が面倒を見てるのか？この旅館のサービス範囲広すぎだろ。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。なるほど、昨月蓄養神君、利水定山神君、龍雲神君、ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーユエ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーユへの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。全ての三元五元仙人は過去にリーユへを守る契約を結んでいるんだよ。そうか、道理でリーユへのことになるとすぐに動いたんだな。その通り、彼らには責任もその資格もある。もしリーユエを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。あ、そうだよ、オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーユエ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。いいとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ？でも今回に限っては君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ、面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。ゆえさいの方がマジわ。